まだこれもこっち向きね。お父さんよね、お父さんよね。ちくわサラダって記事知ってます？テレビとかでも、あ、出上がりました。ありがとうございます。ちくわサラダ、これ熊本の B 級グルメだ、もう県民グルメだと言われてるんですけども、ちくわの中にポテトサラダが入っておりまして、それを周りまた衣で包みまして、カラッと揚げた、とっても美味しいソウルフードございます。これもですね、一本から食べていただけますので、ぜひよろしければ、またあちら側、黄色いテントが集まってるところが、こちら次は熊本のうまかもんご用意してるコーナーでございますので、ぜひともそちらもチェックもよろしくお願いいたします。で、オランダ揚げとかもございますので、ぜひ開けないの。後で食べましょう。後でね、お兄さんくれたからこれ。やったね。ぜひね、よっしゃ、よっしゃ。ステージ上でそんなに喜びを表さないで。後で食べますのでね、ぜひチェックもよろしくお願いいたします。ということで、駆け足でしたけども、熊本のうまかもん、よかもんご紹介させていただきました。どうですか皆さん、ちょっと食べて横の人はすごく食べたがっておりますが、皆さんも食べてみたいなと思っていただいた方、手を挙げて。はい、ほとんど値が上がりました。ありがとうございます。ぜひどうもね、奥側と皆さんの右手側ブースございますので、チェックもよろしくお願いいたします。ということで、もうそろそろね、実はもうあと残り10分でお別れの時間が来てしまいます。そうなの、もう早いの、今日20分しかないから。